西村経済再生担当大臣は、ゴートゥーイートについて。年末年始の利用自粛の呼びかけなどを検討するよう。都道府県の知事に強く求める考えを示しました。利用自粛の呼びかけ。これを。国として改めて、検討強く要請をする。このことを決定したところ。ゴートゥーイートについて、西村大臣が。都道府県の知事に要請するのは。今月二十八日から、来月十一日までの。 食事券の新規販売の停止と食事券やポイント利用の自粛の呼びかけの検討です GoTo イベントと GoTo 商店街については今月28日から来月11日まで都道府県と調整した上で国の判断として全国一斉に新規販売を一時停止しますまた西村大臣は菅総理が8人程度で会食した問題で 5人以上でも対策をしていれば問題ないのかを問われ、こう答えました。専門家の皆さんも、何かエビデンスがあって、何人以上ということを言われているわけではなくて、ですね、私どもも分析した結果、8割がま5人以上であるということで、5人以上の場合は非常にリスクが高まるということ、このことを頭に置いていただきたい,い。